どうも石井です。さあ本日の怪談を浴びる会に来ていただきましたのはこの方です。野生爆弾ロッシーさんです。どうも野生爆弾ロッシーです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやまあ怪談イベントとか、あとジュニアさんと飲んでる時にお会いしたりとか、そうやね、いろいろ最近ちょこちょことそう、会わせていただきまして、その中でロッシーさん怪談イベントも出てるしで出ていただいてないから、ちょっとダメ元でオファーを入れたんですよ。そしたらたまたまスケジュールが合いました。ありがとうございます。本当に2つ返事です。そんなもんすぐですよ。本当にお世話になっております。ありがたい。いや本当にこの世代の方お世話になってるんですよ僕。ああそうなん。それこそバッファロー A 先生とか出ていただいてますし、すごいお世話になってるんですけども、多分その中で怪談強いの多分ロッシーさんがダントツじゃないですか。ロッシーさんの実体験ってむちゃくちゃ生々しいんですよね。なんやろ、その体験談を語ってるのはあったことを言ってる以上やから、例えばねお墓参り行って何かあったとかそんなのないのよ意外とね。本当にこんなことあってんやみたいな。その中でまあうろ覚えといいますか、数年前にロッシーさんが怪談イベントで喋った時に怖ってなった話をちょっとしていただきたいなと思いまして、事前にこの話ちょっとお願いしますっていうので、ちょっと僕も久しぶりで楽しみにしております。ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあですよね。いやほんまここかしこまってこう喋るとなんかドキドキするっていうか。そうですよね。けど吉木も知ってると思うんやけど、まあ僕子供の時に体験したお話ですってことで、僕もうろ覚えなんで全然。何歳ぐらいの時なんですか？小学校の低学年で、ほんで僕の親戚のお兄ちゃんと僕でタケノコ狩りに行くってお話なの。場所はどこら辺なの？僕滋賀県のっていう町に僕住んでるんですけど、その辺りのまあ田舎の、もう滋賀県の田舎のお話です。ああそうだね。はい。でそのまあともちゃんという親戚のお兄ちゃんと僕勝也というの、ロシー白の勝也って言って、勝也というちゃんとした名前があるんで、で勝也というのに勝ちゃんって呼ばれてる。ともちゃんと勝ちゃんで、近くの竹やぶにタケノコ狩りに行くお話で、タケノコって結構朝に行かんと狙えへんのよ。へえ、なんでなんですか？タケノコって朝になるとちょっとニョキニョキってこうほんま地面をバリバリバリって割って朝にギューンって伸びよんの。朝に伸びるんですか？朝方行って地面下見て湿った土の中からこうメリってなってるのを見つけて、そこにスコップをゴソッと入れてコリってやったらタケノコガサッて上がってくるみたいな。じゃあ日が昇ったのを見計らってタケノコがグイって伸びる。タケノコの不思議やね。タケノコ朝方にギュンギュン伸びるっていう。でそれを聞いてたから、その親戚のともちゃんと2人で「じゃあ行ってくるね」って言って、朝方、でタケノコ狩り行くわけ、でバーって下見てさ「ここや」と思って「あほったちょっとちっちゃいな」とか「バリバリ」ってなってとこガリってやってバーって下見てバチャガサガサってやってて、朝方から結構ひんやりしててさ、なんかヨシズが追ってきてポチャンポチャンみたいなのがありながらずっと掘ってて、ほなともちゃんが俺の後ろの方を指さして「うわ!」って急に出すの。カチャンカチャン後ろって言い出すから、何と思って「何ともちゃん」ってパッて振り返ったら、ここに首吊りさえしたってグワーってブラーンってぶら下がってるわけよ。へえってなって「何これ!」ちょっとギャーって帰って、もうあとずさりよ。ほんでともちゃんも「うわこれあかん」って泣きながら帰って「うわ見たあかんもん見た」って言って、それバーってもうダッシュで家帰って。で親戚のおばちゃんに「ちょっと聞いて聞いて」と「今そこの竹やぶで」でも泣きながら「首吊り自殺の死体見て」みたいなこと言って「うわ」って言うて、ほんでちょっとこれあかんから警察電話しようと、で第一発見者一応ね子供やけど、ほんで発見者がバーって言って「こんなんがあったんです」っつって「怖かったな」とか言って、ほんで「あとは警察がやるからな」って言って帰らはって、もうそのままね僕らはもうほんまよかったなもうな気をつけな言うてな言ったら、川土手のそんな河原で結構あるからさ、あるんや。ああそんな怖いの見たなと思って、一応まあ新聞になんか新聞っていうかそのなんかその街のニュースみたいになって、まあどこどこの河原で首吊り自殺発見みたいなことになってて、でこれ調べはったの警察が、調べると人からなんか借金してるとか、悪いことしてるとか狙われてるとか、殺されるわけでもないし借金もないし。なんでこの人首吊って死ななあかんことがあって味違いする理由がないがなかったんですね。だからこれなんやろうと思って、まあ、未解決のまま、まあ、なんとなく終わっていくの、はい、でうわそんなことやったんかけど、はい、なんかなーって言うててしばらくして、はい、僕が中学校ぐらいになってから、はい、でそのおばちゃんに「あんたあの事件知ってるか?」って言われて「川の時を経てそう、はいうん、知ってるよ」って言ったら「あれ自殺じゃなかったん」っつって「えっ?」っつって「何殺人何?」っつって聞いたら「いやあれ事故やってん」って言われて。うん、事故って何よっつってあの首吊りっつってあのサラリーマンのおっちゃんなっつってあれなあの人竹やぶにおしっこしに行ったと思うねん、はい、トイレしに行ってそのまま寝ちゃったんやってこうして酔っ払って、はい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 、寝たらネクタイしてはるから、はい、そこにタケノコが新芽が入ってこれがギュッてなった瞬間にここで窒息死でお亡くなりになったと。いやそうなんよ事故なんよだからタケノコの成長でギュッでそのまま落ちて死んだけどその人別に一人暮らしに身寄りもあんま少なかったから、はいはい、そういうなんかこの捜索願いでなかったタケノコってすごいのがギュン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 成長していくからギュンギュンその人引っ掛けたままギュン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 育っていったの。うわほんでブラーンってなった状態で俺らが発見したの。わかるこれ。いやこれだから一日ではそんなギュンギュンそう竹のこのにもう竹あるやんこの竹にこう首つけて飛び降りても竹ってペヨーンってなるから死ねへんのよ。折れないんですね。折れへん竹なんか死なるし足をつくしだからどう考えてもこんなん自殺無理やと、うん、でこれどういうことなんやろってめっちゃこういろいろ調べたら竹のこれだけで落ちてで近くにその言ったらチャックも開いてたしみたいななんかね酔っ払ってほんでそういうことで発見されたこれは自殺じゃなしに殺人でもなしにこれは事故死なんです。うわーっていうお話。すごい話これ。1週間ぐらいで何センチぐらい伸びんねやろけどギュッと速いやつがあるその竹でけどほんでしばらくなくなってるしほんで軽くなってきても、うん、なるほど結構日には経ってるよね多分ね。なくなって軽くなって、うん、言った筋肉とかがなくなっていったらいけるとうわ気持ち悪い。こっちもだから俺はもうすごい嫌なうわってもうほんまもうなスーツの人がぶら下がってるみたいな感覚でしかも怖くて見てへんからだけど結構。立ってたかもしれないね。そのロッシーさんはそれを小学校低学年で見たわけじゃないですか。鮮明には覚えてないんですか。だからその映像ふんわりの映像でだからザってこうぶら下がってるこうなってはる人のおじさんのっていううわーってすごい話よなこれが言ったらお化けとかの話じゃないけど。うんルミネかなんかで喋った時にうわーっつって、うん、もうその日誰も超えられへんみたいないやうわーってなって、うん、でまあこの話も、うん、もちろんやっぱ怖いなって思うんですけど、うん、なんか心霊というか、うん、何やったんやろこれみたいな、うん、不思議な体験とかって何個かあるじゃないですか。何個かある、うん何これみたいな話ってありますかね。これで言ったら大阪時代、はい、僕事故した話なんやけど事故ったりとかしてバイク乗っててバイクにまつわる話結構あって事故った時のなんか変な話とか、はい、でそのバイク屋さんとのなんか変な話みたいなのがあって、はい、で結構僕その昔からその変なバイク乗ってんの変なバイクと言うとバイクに怒られるけど、はいインドのバイクエンフィールドって言ってインドのバイクなの、インドの SR みたいなバイクの、はいはいはい、インドではすごいメジャーなバイク で、はい、でこのバイクって結構マニアックなバイク屋さんしかなくて大阪にはバイク屋通りって言って、うん、もうバイクばっかり売ってる商店街みたいなのがあるのでそこで買ってマニアックなバイク屋さんの、オーナーさんのとこで買ったからそのもうミッションも逆なの右左がうんそれがでも楽しいその向こうでは左ハンドルみたいなことバイクのけど戦争中に作られたバイクやから、こう乗りながらアクセルふかしながらこう打てるようになってんのだから全部こっちでできるのこっちが空いてるわけよあ、うん、もう片手で全てが収まるように、うん、こっちとここでこっち半分だけで変なバイクやけどかっこよかったよでそれを買ってからもう部品とかが結構やっぱり輸入しなかったないね。故障したら結構ね。そうそう。キャブレター1個でなんか半年ぐらい待ってメリークリスマスと言ってこんなちっちゃいの届くねんパイクさんから「届いたわ」って「インド洋から来たで」とか言って。でも僕もプジョーのモペット乗ってたんですよ。ああこういうやつな。めちゃくちゃ部品来なかったですもん。来ないやろ。それが楽しかったですもんね。楽しいね。そう手間かかる方が楽しいやんバイクって。キャブが届いたり。そうそう、はい、ほんでそれ乗っててそのバイクさんが曰く「これロシー君これ俺がおらんようになったらもう誰も見てくれへんで」っつって「そうっすね」っつって「店長のおかげっすわ」とか言って。ほんで、バーッと乗ってたら、バーンって音鳴って、なんやってパッて見たら、チェーンパチーン切れて、坂道にギューン下がったりとか。うわ、怖い、わわわわわって言いながら降りて。楽しめるんですね。まだな。おい、マジかって言いながら、ほんで、コバさんおったけど、コバさんビューン行って、おい、ロジしてねーって言われたけど、いや、ちょっと待てみたいな、あんねん。ほんで、わーっと降りていって、止まって、これあかんわ、やっぱり。って言って、また出して、すみません、言ったら、もう、摩耗してる、あかんな、って言って。で、俺おらんだなって言って、やってくれはんの。すみません、いつも、言って。ほんで、まあ、僕バイトしてた当時。はい。で、延べでバイトしたら結構朝までバイトするから、はい、バイクはマンションの下に置けるとこがあったから、その車停の場所に置いてんの、いつも。はい。ほんで、行って、バイト先から終わって朝方帰ってきたの。はい。ほな、俺の家のバイクの駐輪場の前に車が、バンバンバンって車2台とバイク、なんかグシャーンってなってる、クラッシュしてるわけよ。え？ほんで警察来てて、はい、わーって言って、うちのマンションなんか車突っ込んでるやんけと思って、バーって見に行ったら、その、車がこう、クラッシュで乗っかってんの。その下に、俺のバイクペシャーンってなってるわけ。うわ、マジかよと思って、うわーってなって。で、朝方帰ってきてさ、警察バーって言って、うわ、これなんですのって言って。わあこれかわいそうやなこれつって、これ事故なんになってんねんこれ家の前で最悪やなこれつって、ほんでどうしたん君その大きい声出して、この一番下のバイク僕のっすわっつった、わあつって、君かわいそうやなって言われて、なんですのつって、ちょっと落ち着いて聞きなと、なんでこんなことになったこと説明する、でこれ車の持ち主今おらんねんつって、逃げとんねんつって、最悪やんそれつって、けど絶対捕まえるから言って、けどちょっと変な話が聞いてつって、これ家の前に車が1台止まってて、はい、ちょっとでかしてくれへんかな、はい、これ僕が止まってる 1個目の車こうね、こう見た方が分かる、ね、はい、ここに車、ほんでここにもうちょい車乗っかってる、はい、ほんでここにさ俺のバイクがあるの、はい、これ巻き戻すで、はい、これは一番遠くにおって、はい、俺のバイクこれはここにあるの、はい、俺のバイクも立ってんの、はい、ここに、はい、ほんで家の前に路中これ、はい、路中、ほんでこれが運転してきて、この路中に当たるより。当たる。この車飛ぶ、乗る。この車もその弾みにこの上に乗る。うわ、最悪。最悪。最悪バーガー。こいつ最悪バーガー。これが、こいつはもうすぐこの瞬間逃げるよね。あ、逃げたんや。逃げます。しまったって言って。で、路中。路中。で、これ、ここ言うたら路中やけど、ここ、駐車禁止なんよ。だからこれも勝手なとこに止めてるから、こいつも悪い。こいつも悪い。こいつも悪いね。これ乗ってるから、こう。まず、ここから行こうって言って、これ調べはったの。これ盗難車。犯人逃げてるからもう盗難車よ。だからこの、取られた車の人は、かわいそうなわけよ。ほんで、ここ。ここ。路中の。路中の。これ誰やこんなとこに路中して、近くのおんちゃうか。これ調べた。これ盗難車。最悪やろ。盗難、俺。うわー。自損二損になんねん、これ。最悪やろ、これ。だって盗難やもん。それ、僕車詳しくないからわからないですけど、盗難された人の保険は適用されてもしないんですか？けど、それでしたいけど、多分、向こうも取られてるから、そんなん勘弁してよってなるの。関係ない。車の保険は多分、けど、それでなんとかなるんだけど、やることは犯人がまず、多分。で、犯人は見つからないんですか？これ逃げてんねん。犯人は、捕まえたら、そいつから全部お前のバイクの、あれを、君のバイクのあれを保証を取るからと。で、とりあえずこれ、君こんなとこ置いてても、しゃあないし、バイク屋さん呼んで、トレーニング直してもらいと。で、全部領収書切っといたら、払ったるからと。警察、捕まえたら、犯人。警察が？犯人が払ってくれるから。でも、建て替えはしとかない。建て替えはしとかない。うわぁ。最悪、なんか理想なんよ。だから、一応。うわぁと思って、言ったらいつものバイク屋さんに電話するわけよ。すいませんって、朝方。電話したら、現在使われておりませんってなる。ってなって。まあ、携帯してるわ、って言って。使われておりませんって。店長の、オーナーの電話番号使われてへんやんけ。書いたんかって言って、俺先週行ったでと、うんうん、それこそほんまに知恵直してもうたでって言って、あれ先週行ったのになと思って、あ、そうですよ、バイトおったわと思って、でバイトの子に電話したのバーって、ほらもしもしって出てくれて、ロッシーさんどうしたんですかって言って、今さ聞いてやってバーって喋って、うわそれ最悪ですねって言って、じゃあ取りに来てくれへんかって言ったら、いやちょっと取りに行けないっすわって言うの、うん、いやなんでな、ちょっと取りに来てやって言って。時間遅なってもいいし、うん、いやちょっとダメですわ、うん、え店電話しましたって言ったら電話したってどうでしたっていや現在使われておりませんってなったでなんでなんって言ったらいやこんなんこれ言うんあれですけども、先週、その来てくれはった人その後しばらくして店長自害して亡くなったんです自害えって言って自害そうえって言ってなんでなんでなんつってやっぱちょっと「えっ?」つって「僕らも分かりません」つって、うん「自害して亡くなったんです」つって「だからそれ取りに行くことできないんですわ」つって「バイク屋さんも潰れてんで」つって「自分どうしてんの?」つって「まあ隣のバイク屋さんとか雇ってもうてますこんなことやったから」で「うわ最悪や」と思って「これどうしよう」つって「まあ取りに行って直していただいてもいいですけども」つってその子を取りに来るだけで、ね、そこでいろいろ話聞いてでやっぱなんやかんやああやってつってよう考えたらこれ。虫の知らせじゃないけど、うん、俺がおらんようになったらこのバイク誰が見んねんって言われてたバイクやから、はあ、はあはあ、だから店長が亡くなったと同時に俺のバイクもなくなってるわけくしゃくしゃになってんのよもうこれはおしまいだから僕はもうここで廃車にしてなるほどもう今新しいそう新しいバイクを買うことにしますっていうまあ一応それは書いたけど書いた、うん、一応書いたそのあれやで一応まあ処理の、お金は請求したらあかんからって言うんでこれ最悪じゃないだからもうだから店長がもうおらんからやってくれる人は直す人がもう本当に、うん、心当たりがある人はもう店長ぐらいしかいないんです、うん、いないもうだからもうこれやめときって言ってどっかのバイク屋さんに持って行っても、うん、いやこれはうちのバイク屋ではやってないねとかどうしますって言われてじゃあほんま言霊じゃないですけど、うん、店長さんがおらんくなったら無理やでって言ってんのがまんまなったまんまなったはあ不思議な話うわーと思ってだからまあ、うん、そのバイクはまあそこでやめるわけになるんだけどはあいや不思議体験も持ってますねだから不思議なんよだからやっぱそういうなんてうわもうだからもう何とも言えへんだからそのバンバン当たったとこまではなんかこうワクワクちょっとするけどさ、うん、ワクワクしないですけどなんかこう盗難車のその後がもうこうそうっすねっていう結果、うん、どうなったんですかそのお金は返ってきたんですか返ってこない犯人は、うん、見つからずうん、そんな大事件見つからないんですか見つからへんそれやっぱそういう窃盗団ようんそういうことばっかりしてやるあかんよほんま見てるか、ね、見てるかなあ俺やと思ったらいやそうなんやっぱプロ集団ってやっぱちゃんとしてるんですねそういや腹立つなあいや国外の方だったりとかっていうのもあるわで日本の法律は捕まえられへんからとかちょっと足ついたけど、うん、追いようがないけどこのパターン俺結構なんかあってさ、うん、警察ごとあうんちょっとね、うん、今回ロッシーさんをオファーしたのは他でもない、うん、そのジュニアさんとの新年会の時にロッシーさんがみんなの前で喋ってた、うん、ちょっと面白い話、うん、これはうちのチャンネルで扱いたいなということで他でも喋ってた、ね、初めてやでそういうメディア出すのっていうかちょっと次回お願いします、ロッシーさんのチャンネルも、はいあるんですよね。そう、ロッシー、野生化けのロッシーの卵チャンネルって言って、まあゲーム配信してたり、その中にちょっと、ショートでいろいろ撮ってるやつがあって、はい、実験してたりとか、ゲーム一緒にやってたりとか、はい、絡んだ。今回ってコラボできる？いや用意してんの持ってきたんや。やらしてください。もちろん。コラボでいいですか？いいよ、全然。もうお願いしていい？じゃあ、同日同時刻コラボですので、このチャンネルで、ロッシーさん魅力的やなと思った方は、すぐロッシーさんのチャンネル行きまして、はい、もう一回。見て。好きになってもう一回戻ってきましてでさらにもう一回行ってこい2回ぜひよろしくお願いします、概要欄にロッシーさんのチャンネルは貼っております、うん、どちらのチャンネルもチャンネル登録高評価ベルマークの通知ぜひよろしくお願いします、次回ですね、はい、ちょっとうちの階段浴びる回、うん、うわーってるわーって思う皆さん身近に起きますよこれっていうお話ですそう皆さんにぜひですはい、はい、というわけで、はい、ロッシーさん今回はありがとうございましたいやありがとう皆様ご視聴ありがとうございました。